変なのだ。ズンタモンが学校の屋上からものすごい勢いでうんちを漏らしたのだ。まるでロケットなのだ。発射されたうんちの軌道を計算して僕がお口で受け止めるのだ。とは言ってもこれはどうやって計算すればいいのだ。これでゆっくり考えられるのだ。鉛直方向と水平方向に分けて計算すればいいのだ。できたのだ。落ち着いてやれば難しくないのだ。時間を元に戻すのだ。